どうもこんにちは、ケータル7000です。今回はね、まあ、とあるね、お店で買ってきたプラレールがあるのでね、紹介していきます。新発売というか、なんか新しいんですかね。ここに K01 ってなってるんで、今まで S だったの変わりましたね。 K01 で2319-8 光線というふうに書いてあります。何が変わったんでしょうかね。まあ、パッケージが明らかに違いますよね。昔のパッケージこういう感じですから、これ結構ね変わったなと思います。まあサウンドプラレールは、まあ確かに1両分しか見えるところはないんであれですけどね、なんか明らかにこれ紙になってますね。これなんかもだってもう剥がれますよね。上から貼ってますね、これね、紙ですね。なんかだいぶプラレールのあれ持ってるけど、このプラレールってボンって書いてある、貼っつけてます。この辺のがなくなってる。なんとなくここに黄色いのを当ててますね。これ貼ってるよねってことなんでしょうかね。ここにも綺麗なはみ出ちゃってますね。で下にも2319-8%で2319-8%で実写の紹介が書いてあってって感じです。裏はやっぱ変わらずって感じで説明ですね。モデルは東海道のモデルは2231の金鉱型ですかね。はい、そういう感じですね。じゃあもうとりあえず見ていきましょうか。中も変わってるんでしょうかね。どうなんですかね。じゃあ見ていきましょう。あ、まず車両、だいぶ変わりましたね。だいぶ荒っぽいですね。このスポンジもなくなってるし、で外袋はなくなったのは知ってますけど、そんなにないんですね。怖いですね。はい、で説明書とかはないんですかね。当然、あ、写ってますね、説明書。説明書は写ってますけども、じゃあちょっと一回説明書とかいろいろ出していきます。中の小物系を、はい、どっちも出ましたね。じゃあ説明書は、ああれなんだ、東海道線と共通ですね。 S43 に乗ってるんで、それかただの入れ間違いか分かんないですけど、でこれか多分プラ電子化とか、プラ電子化とかだいぶ変わってますね。あれ、印刷の途中じゃないのに文章終わっちゃってますね。これダメですね、不良品かな。はい、でこちら、うわ汚ね、どうやったらこうなるんですかね。あの屋根は結構リアルですね。まあ、なんとなくこう黒っぽいのありますあって、こうなん、これはウェザリングなのかな、ちゃんと動くかな。てか電池入れてないから無理か。あ、スイッチは相変わらず進む、あれ動いた。あ、電池入ってるんですかね。でもこれあれですよね、普通に外箱には電池を入れたまま保管するなって書いてある。なんで電池が入ってるんですか。不良品やってたのかな。こういう感じです。やっぱ塗装はみ出ちゃってあれですね。これ例えば再塗装間違ったやつとかを間違って入れちゃったんですかね。ダメだな、これは返品ですね。交換です、交換。これは、はい、ということで以上です。ありがとうございました。ってことで、ここまでド茶番ですね。はい、茶番でございました。見ていただいてありがとうございました。わざわざ3分の茶番をね、わざわざ見ていただいてありがとうございました。はい、でですね、まずこれプラ電車カード、普通に東海道線のやつ上から貼っただけです。これもともと東海道線が種車なんで、全部東海道線なんです。あの近郊電車のやつ S43 ですね。でここほら、これここで止まってるじゃないですか。これ僕の印刷のミスですね。ここはね、僕の多分印刷ミスです。書いてないですね。すいません。これをまた上から貼って、あの、ちゃんと印刷して貼り直しますんで。また、ちゃんとできたら、また見せようかな。プラ電車カードっていうのは入れませんでした。ここと同じものをちょっとサイズ違うように切り取って貼っつけただけなんでね。糊とかで。で、ちょっと最後までちゃんと読みますか。2318光線、総武線からの転属車、まだ製造から16年しか経っていないのに、
都市から田舎に転属11、あ、これもごめんなさい、印刷ミスですね。転属なんてかわいそうな車両だねって書いてありますね。思いっきりディスり倒してます。はい、で品番は K01、 K001、 はい。でまあなんとなくプラレールとかそういうの全部潰しましたね。でサウンドが鳴るバンって書いてあるだけです。で K01231K8 号線とプラレールね、ここまでマニアックに書くあれはないですよね。そう、まあ総武線もそっか、総武線もあれですね、ちゃんと路線名、まあ今回なんとなく路線名にしてみましたけど、はい、まあうん、思った以上に綺麗にできたかな。でここほら明らかに上から1番貼ってるじゃないですか。これ間違ってあの元々のあのこの製品の品番につられちゃいまして、実はここあの何だか見えます、 S43 って間違って入れちゃったんですよ。これ元々の製品が S43 番なんですけれども、間違って入れちゃったのでこうごまかしましたね。はい、ということで結構まあこういう感じでね、まあまあざっくり箱を作ってみましたってことです。だいぶあれですね、クオリティは低いで、さすがに説明書はめんどくさいんで作ってないですね、こういうの。まあ使い方別に改造したんで変わらないわけです。はい、で別に特に車両はまだ改善してないので、まあまた改善したらご紹介します。はい、ということで今回以上です。ありがとうございました。バイバイ。